どうも皆さん、こんにちは。川島隆弘です。いつもご視聴ありがとうございます。今日も京都店ワークマンです。今日はね、1万円企画を久しぶりやろうかなと思って、季節も変わりましたし、ちょっと夏物チックなワークマンでおすすめなものを皆さんに発信できればと思います。ではちょっと潜入していきますね。 A few moments later. はい、買ってきました。今回の1万円を救急車、はい、買ってきました。今日はですね、1万円で工事ネタ企画だったんですけども、5000円で工事してきたものを企画に変更しました。コーディネート組めないことはなかったんですけど、まあ、着なそうなものがかなり多かったんですよ。なので、まあ、洋服買ったのは1点だったんで、ちょっとね、後ほど購入品紹介をしたいと思います。その1点はね、ちょっと機能的なものだったりとか、これからの季節重視で選んでみたのと、他のね、購入品はちょっと雑貨とか日用品、これ安っと思ったやつだったんで、まあ、そういったものもね、参考になればと思います。企画ボツにしようかと思っちゃった。後ほど紹介したいと思います。はい、ということでワークマンから帰ってきました。本当はね、1万円でコーディネートをやろうと思ったんですけど、なんかね、めぼしいものがなくてちょっと断念してしまいました。企画が頓挫するというね、まあ、4回行って2回くらいしかワークマン実は企画になってないっていうのがあるので、久しぶりのワークマンってことは購入品の紹介をしていきたいと思います。まあ一個一個ちょっと紹介できればと思いますね。洋服はね、1個しか買ってないんですけど、他に良さそうなのあったんで買ってきました。まずね、1個これ 500ml 専用真空保冷缶ホルダー780円。こんな感じ。まあね、これね、何なんだろうと思ってね、缶ホルダーなんですけど、僕 350ml のやつしか持ってないんで、 500ml のやつをね、ちょっと事務所の方に置こうかなと思って、まあ、ちょうどいいやと思って買ってきました。でしかもね、なんか蓋をつけれるみたいな感じらしいんですけど、お、すごいシンプル。こんな感じですね。中に 500ml の缶を入れて、でこのね、蓋を閉めると多分飛び出しづらくなるのかな。はい、こんな感じ。まあ保冷ですよね。保冷してくれるんでね、事務所でハイボール飲んだりとか、まあ、コーラ飲んだり水飲んだりするときにちょっと使おうかなと思います。なんかシンプルだし使いやすい。あ、一応ね、ここにワークマンのブランドなのかな、エイジスっていうのかな、それが書いてあります。まあ、デザインもね、真っ黒なんですごく使いやすいと思います。これからね、バーベキューだったりとかキャンプ、あと海とか行くときにもね、こういう風な保冷缶ホルダー持っておく、冷たいまま飲めるので、僕はかなり愛用してるんで、まあ、今回は 500ml 用で、まあ、ロング缶ですよね、それ用で購入しました。これが1点目。はい、で2点目なんですけど、これですね、もう日用品なんですけど、めちゃめちゃ安かったんで買っちゃいました。マスク、ワークマン結構何でも売ってるんですね。こういう風な50枚入りのマスクで、価格がね、結構びっくり価格で580円でした。マスク一時期高騰してましたよね。確か3000円とか3500円とか、安くても2800円とかでね、こういう風な50枚入りって言って、今は安くてね、まあ50枚でも1000円しないくらいで購入できると思うんですけど、580円はね、結構スーパー安いなと思ったんで、まあ、今回これ買いました。いつもだと玄関のところにルームツアーでやったんですけど、なんかマスクタワーみたいなのやってて、下からね、ティッシュを取るみたいな感じで取れるところがあるんですけど、そこにね、補充するようでね、買いました。なんだよ。2点目がこのマスク。これね、ちゃんと横幅も 175mm あってね、ちっちゃすぎず使えるので、男性の方でもいいと思います。そして3点目なんですけど、靴下。冬もね、僕靴下買ってたんですけど、それがね、結構厚手のもの、こう防寒対策グッズみたいな感じで、こうかなり厚手の靴下で、しかも頑丈だったんですよ。で今回良かったなと思ったんで、夏用にね、丈夫で破れにくいハードタイプで、しかもね、4枚入りで780円。なので、めちゃめちゃ安いなと思って。でしかもワークマンで他の靴下すごく調子良かったんで、夏場に向けてこう長い靴下履く人少ないとは思うんですけど、こうちょっとね、やりたいスタイルがあったので、細身のパンツにね、この黒の靴下を合わせるっていう、ちょっとね、ボトムスの合わせ方を今後ちょっとご紹介したいなとも思ってたので、それに対してね、黒のハイソックス冬用しかなかったんで、夏用で買いました。なので3点目はこれ。4枚で780円、安いよね。はい、そしてね、4点目なんですけど、はい、これ買った。なんで買ったやねんっていう話なんですけど、一応僕が言ったのはワークマンプラスの方なんですけど、こういう風な工具であったりとか、あとはなんか安全靴とか、そういう風なね、こう現場作業をやられる方のアイテムも多数取り揃えてありまして、まあ、その中にあって、ちょうどね、買った欲しかったのと、まあ、なんか 2way になってるんですよ。最初から飛び出てた、まあ、普通のこういう風なカッターになってる部分があって、その反対面がね、こういう風なノコギリになってるんですよ。なんで 2way で使えるノコギリということでね、まあ、なんか枝切ったり
りだったり何だったりとかもあると思うんですけど、なんか DIY する時とかにね、簡易的なノコギリ欲しいなと思ってたんで、この感じだと取り扱いも楽そうだし、コンパクトだし、場所も取らないので、もう一個あっていいかなと思って、これは980円、今まで買ったやつの中で一番高いですね、これ。で最後に買ったのが、まあ、洋服なんですけど、まあ、唯一買った洋服はこれ、パンツ、なんか感動パンツみたいな感じですよね。これがね、フィールドコアっていうやつのスウェットシェルロングパンツっていうものなんですけど、スウェットでは全然ないですね。もう伸びもしないしっていうとこなんですけど、これがね、撥水と防風で、しかも透湿っていう感じでね、着てても蒸れないし、で撥水ってことなんで、これから梅雨の季節でね、パンツだったりとか濡れちゃうっていうのがあるので、まあ、なんか雨がね、そんなに強くない時、傘が大嫌いなんで、あんま傘ささないんですよ。で、こういう風な撥水パンツ履いとけばね、パンツ濡らしても大丈夫かなっていうのと、まあ合わせてジャケットなんかもあったんですが、まあ一応ね、レインコート代わりのジャケットを僕何個か持ってるんで、まあ被ってもしょうがないなっていうところで、今回はパンツだけ買いました。あとね、もう一個狙ってたのが、水陸両用のシャツみたいのがね、こうネットで見た時良さそうだなと思ったんですけど、セールコーナーで980円でこれ買いだなと思ったんですが、サイズがなくて。なんでね、もしサイズがあったらそれも買ってたんですけど、まあ、一応これだけ。まあシンプルなイージーパンツってとこですね。ちょっとテカリとかはあるんですけど、まあそこら辺はね、機能面の部分があるんでしょうがないかなっていうふうに思ってます。ちょっと履いてみましょうか。はい、履いてみました。こんな感じ。めちゃめちゃシンプルですよね。かなりテカリがあるんですけど、なんか遠くから見るとレザーみたいに見えますね。こんな感じでね、異素材で夏場だったりとか、ちょっとパンツでね、アクセント加えるの僕は好きなので、まあなんか雨の日以外でも使ってもいいかなとは思います。ただ履き心地の部分なんですけど、ね、やっぱレインコートチックではあります。かなりね、パリパリした感じで、張り感の塊みたいな感じにはなってるんで、履き心地がいいものではないんですが、ウエストの部分とかはね、ドローコードとゴムになってるんで、ベルトいらずで、そういったところは履きやすさはあると思います。で、僕が購入したのは S サイズなんですけど、ある程度のゆとりと、あと程よいテーパードが入ってるんで、まあ綺麗にも使えますし、高見えもするかなっていうふうに思うので、まあ、これから梅雨時期でね、雨であったりとかね、曇りの日だったりとか、いきなり雨が来ちゃったりとか、そういう日が多いので、そういった時に僕はこれを使って傘をささない生活を継続していきたいと思います。はい、そんな感じでした。はい、そんな感じでね、久しぶりにワークマンに行ってきたんですけど、いかがでしたでしょうか。結構ワークマンのアパレルってこう機能性であったりとか、こうなんていうのかな、実用的な部分にフォーカスを当ててる商品なんかも多いと思うので、なんかこれからの季節だとキャンプとかバーベキューとかレジャーシーンだったりとかで使えそうなアイテムも多くあったので、わざわざね、その1回2回のためになんか高いものなかなか買いたくないなって人も多いと思うので、そういう方はね、ぜひ見に行ってみてください。結構面白いと思います。他にはね、こう防水グッズであったりとか、レインコートであったりとか、梅雨時期にもおすすめできるようなアイテムも多かったので、またね、季節が変わったら遊びに行ってみようかなと思います。あと何気に今回良かったのは、小物雑貨日用品のところがね、何気に面白かったので、まあ、そこにいる時間の方が僕長かったくらいなので、またそういった掘り出し物なんかも皆さんに共有できればと思います。以前買ったね、コインケースみたいな、コーデュラナイロンを使ったこれくらいのポーチみたいなのがあるんですけど、それとかも今も愛用してるくらいね、気に入っているので、まあ、そんな感じでね、安くていいものもすごくたくさんあると思いますので、今後も何か探したら皆さんに共有したいと思います。っていう感じで、今回は、ね、1万円コーディネートやろうと思ったんだけど失敗しちゃったっていう動画なんですけど、まあ、購入品をね、全部で4700円くらい買ってきて皆さんに共有させていただきました。逆にね、ワークマンでこれおすすめであろうであったりとか、この商品面白いよっていうのがありましたら、コメント欄でぜひ教えてください。まあ、僕もね、なかなか近くにワークマンはないんですが、車を使って移動する時とかに結構見つけたいとかした時に覗きたいなっていうふうに思う時あるんで、なんかぜひね、そういった時の参考になれば僕も嬉しいので、よろしくお願いします。はい、っていう感じで、今回の動画が良かった、参考になったとありましたら、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。